して、はい、ソンテを乗りました、50バーツって言われたんだけど、もとか分かんないけど、まあいいや、とりあえずあのバスステーションにいますというか、バスステーションの近くに、なんだ、まあ、ゲストハウスなんで、はい、とりあえずバスステーションに行きますね。そこから歩いて、ゲストハウス行きますね。あれが、タイ側のイミグレーションですね。プロのついたね、はい、はい、はい、今ね、SIM カードを買いました。いくらだったかな、ちょっと忘れちゃったそんな高くはないですよ、ね。3.1 ギガで、100バーツ、300円ぐらいかな、ですので、非常に、リーズナブルだと思いますね。で、あと SIM カード代、 SIM カード代そんな大したもんじゃないと思いますよ。50バーツだったかな、そんなしないよ、と思いますね。ちょっと後で調べてみますね、はい。で今ね、ナイトマーケットに行ってます。とりあえずご飯をね食べに、ご飯を食べに来てますね。ちょっと見てみようか。ご飯がいいんだけど、ご飯なさそうだから、ご飯って白米ね、白米がいいんだけど、あーヌードルか、美味しそうだね、ヌードルもね。で、あと ATM でもね、引き出しました。手数料がね、やっぱり結構高いんだよね。220バーツ取られた、220バーツ。あんまり、そんなに、なんだろう、贅沢な旅行をするわけじゃないから、いくらにしようかなとかと思って、まあちょっと多めに引き出した感じですね。で、足んなかったら、なんかクレジットカードとか使おうかなというふうに思いますね。ここがナイトマーケットです。はい。半年前に来ました。で、食べていたお店がね、ここでいつも食べてました。ここ美味しかった。で、そんなに高くないから。ここで食べます。はい、青なんだ。一緒に。はい、なんだっけ、クリスピーポークの炒め物です。はい、タイ料理、美味しそうです。いただきます。50バーツ、ちょっとね、大盛りにしてって言ったら。うまいね。Thank you. ご飯か。はい。はい。これがね、メイソートのナイトマーケットですね。これはチキンか、うまそうだな、これは。はい、あ、どうしよう、チキン、いや、美味しそうだけど、いつもね、あそこで食べます。あそこで食べます。はい。ミンソートに来た時はね。っていう、まあ言うても、まあ肉。今回2回目だけど。あ、フライドチキンがね、あるんだね。美味しそうだね。これが25バーツ。なんだろう。本当だね。あと豆乳買っていこうかな。
ぱりこっちに来るとタイ料理ですよね。うん、ミャンマーで食べてもあんまり変わんないか。今食べたのがね、40バーツです。本当はね。なんだけどビッグサイズにしてって言って50バーツ渡してで、ちょっと多めにしてもらいました。で今どのぐらいだろう、35円ぐらい1バーツねかなだと思いますね。ですので200円ぐらいか、うん、30バーツで100円か。だから150円、いや200円弱ぐらいかあですね、はい。美味しかったです、はい。ね、やっぱりねココナッツのね、ココナッツミルクと一緒に炒めてて、うん、それが美味しいね、うん、やっぱり。でちょっとチリも入っててね、唐辛子入っててね、はい、なかなか美味しかったですよ。それはデザートだね、デザート、うん、これはシチューだね。あのなんだ、五香粉だね、五香粉を一緒に、まあ、中国のあれ五香粉と、あとあれなんだ、オイスターソースね、あと醤油等々を入れてね煮込んだやつだと思いますね。結構ね美味しいですよ。あのね五香粉入れるとねやっぱりね美味しいね。五香粉って1個あの漢数字の5に粉のん、あ香るの粉ですね、はい。五香粉っていうのがあって、中国のね、代表的なあなんだ、調味料ですね、はい。これをね入れるだけでね全然あの違いますよ。あの中国味になります。中国味、あれこのお店でいいんだよな、いいんだよな、うん、え右、あ、違うよ、向こう側だよ、間違えた。あああとその五香粉ね、麻婆豆腐とかに入れてもね結構ねうまいっすよね。で麻婆豆腐はね、あの出来上がりに、あれを入れるといいです。花椒、花椒です、花椒、花の胡椒の椒って書いて花、花ですよ、花、生け花の花ですね、花の椒って書いて、花椒っていうんですかね、うん、これをね入れるとね、麻婆豆腐がね、中国味になりますね、はい。あと八角、八角ですね、八角、八角を入れると美味しいですね。でなおかつニンニクたっぷりの、あとなんだっけあれ、あそう、食べるラー油、食べるラー油ですよね。できればね中国のね食べるラー油があるんですよ。でそれをね使うとねマジうまいっすマジうまい、ね。私はいつもそれで作ってますね、はい。あ、果物か、ちょっと見ておこうかな。ハロー、あ、10バーツか、いいね。これで25バーツかあ、カメロもあるんだね。90だから3,270円、うん、25だから、ちっちゃいの1個買ってこうか、あ、2つ買ってこうかな、うん、ありがとう。それとThank you.はい、リンゴを2つ買いました。1個10バーツで、2つで20バーツですね。60円、安いと思います。はい。薬の匂いがする。あ、薬屋さんだ。薬屋さんの前を通ってからですね。
チェンマイのバス予約しました。はい、予約してくれました。ホステルの方がね。いくらだっけな、350バーツぐらいですね。で、あと、違うよ。300バーツぐらいだ。うん、300バーツぐらいで、あと70バーツが、なんだ。まあ、トゥクトゥク。トゥクトゥクをね、やった方がいいんじゃないみたいな話で。まあ、200円だから、まあいいかと思って、トゥクトゥクね、あれしました。これこっちだ。で、合計で大体370バーツぐらいですね。はい。なので、いくらだ ?400 バーツとして、1200円、1300円、400円ぐらいか、ですね。はい。時間はね、10時発で、60時間か7時間ぐらいかかるって、言ってましたね。はい。6、7時間です。はい。所要時間はね、チェンマイまで。あ、そうだ。帰ってあれしなきゃ。チェンマイのゲストハウス予約しなきゃ。まあ、チェンマイだったらいっぱいあるから、まあ問題ないでしょうね。はい。まあ、いいゲストハウスとね、安いところもあるでしょうね。ゲストハウスはね、地方に行けば行くほど高くなります。はい。都心に行けば行くほど安くなります。それは日本も、バンコクも、発展途上国も変わりません。なぜなら、使う人が多いからです。はい。回転数が全然違うんですよね。はい。ゲストハウスをね、日本でやりたいときにね、マーケティングをしたんですよ。でね、財務を組み立てて、見たんですが、地方はね、やっぱうまくいかない。厳しい。うん。だから、もう東京でっていうことにしましたね。はい。はい。で、あと、小さくやってもうまくいかない。ね、価格競争に将来的に負けます。間違いなく負けます。はい。ですので、大きくやろうと、やらなきゃいけないわけですよ。でもそうすると投資資金が大きくなりますよね。運前万円という形になりますので。そうすると、必然的に、なんて言うんでしょう。まあ、借入金も多くなるわけですよ。借入金もね。で、そうすると、なかなか、その銀行との兼ね合いで、もっと小さくできないのみたいな感じで言われるんですけど、いや、小さくやったら価格競争負けるんですよって、いくら言ってももう、ダメなんですよね。はい。だからちょっと難しいとこういうのが現状ですね。はい。あとその法律的にね、ちょっと厳しいのがあります。はい、厳しいです、どういう意味で厳しいのかっていうとね、建築基準法ですね。それをねクリアするのがかなり厳しいですね。あっちだ。さっきあそこでSIM カードを買いました。はい。あ、この瞑想とね、温泉があるんですよ。ね。で、あとね、あ、ここだ。ここのね、この先にね、このパゴダじゃない、なんだ。パゴダはミャンマーだよね。バットフォーわかんないけど。ね、このお寺にね、多分あれがあります。サウナ。サウナがあるはずです。確か。僕の記憶が間違いでなければ。ね。ちょっと見てみようか。薬膳のチュンポンキリ分かんないけど、確かここだったと思ったな。違ったかな。サウナがあるね。お寺があるんですよ。もう閉まっちゃってるかな。そう、前回来た時はね、レンタルバイクを3日か4日ぐらい借りて、瞑想塔を回りました。はい。回りました。違ったかな？右側にあるんですよね。なんか薬膳のね、
あれがあるんですよ、サウナが違ったかなあ、多分あれだ、あれあれあれです。記憶が間違いでなければ、あれ違ったかな、あ、違うわ違うわ、残念残念というか私の間違いですね。あ、間違いだ、ここじゃなくて もっと向こう側の向こう側のあれです、お寺だ、うん、間違いでした、はい、ちょっとあれ買っていこうかな、豆乳ね、はい、瞑想とはね、まあ、バイクでそうね1時間ぐらい走んなきゃいけないですけど、走ったところに温泉があります、はい、結構綺麗な温泉ですのでね、もし機会があったら行ってみてください、はい、トゥクトゥクだと結構かかるかもしれませんね、レンタルバイクで行くのが、まあ、気持ちいいですしね。で、あとカジノもあります、カジノね、カジノ、ただね、タイはカジノが禁止なんですよ、法律で。なので、ミャンマー側にあります、はい、別にパスポート持っていく必要はございません、川をね無料のボートで渡るんです、ね、でミャンマー側の方に、カジノがあるということですね。でもちろん別にパスポートを必要なく楽しんで、でタイ側に無料のボートで帰ってくるというそういうシステムですね、はい、ちょっと豆乳を買ってきます、はい、大きな大丈夫ニューバースだな、豆乳1個、はい、いくらなんだろう、20バーツじゃないの、あ、違うんだ、これはいくら、 How much? あ、じゃあこれも、うん、これ5万でしょ、はい、Thank you ん、あ、ありがとう、はい、Thank you、 ソロ遅れました、前回泊まったところ、ゲストハウスがね、予約でいっぱいだったんですよ、ね、そこがね、価格が結構安くて、600円ぐらいです、1泊で、まあ、いっぱいだったからしょうがなく今日ね、泊まったところここがね、だいたい1000円、1泊1000円ですね、はい、朝食付きです、はい、だからまあまあいいかなとでもあれだよね、ヤンゴンとかだともう今500円だからね、うん、500円400円台か、一番安いところでね、うん、安くなったね、うん、日本だとそうね、最安だと今1400円、500、600円ぐらいかな、うん、ぐらいになってますね。ただちょっと立地が悪いかな、そういうところだと結局ね、旅行者もね、バカじゃないんで、あれですね、交通費をね考えるとね、大体一緒の値段になりますよね、うん、そう、高いところだと、高いところというか立地がいいところだとまあ大体1泊2000円ぐらいかな、うん、で、立地の悪いところだと1400円ね、立地が悪いとやっぱり交通費がかかりますからね、はい、
ここスリープネストゲストハウス、今回ホステルか、ね、今回ここに泊まります。いいゲストハウスですよ、結構綺麗だし、はい。カードがない。ん？あ、こっちだ。